はい、皆さんこんばんは、ヘケンゲーマーです。本日もラジオやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の日付は9月17日2021年です。収録時間は朝の1時24分、寝るべきなんですけども、ラジオを収録してしまっております。まあ、今日の議題はいくつかあるんですけども、まあ、いくつかトピック、カバーしたいのか書き出しました。1つ目、この前ありましたソニーのショーケース、プレイステーションショーケース2021年、9月9日にあったやつですね。これのゲーム内容をいくつか確認すること。その次のトピック、100円フィギュアにハマるなんかサザエさんの予告みたいになってんな。その次には、ベルセルクの漫画が、一番最後のね、三浦先生が書いた漫画が、ヤングアニマルで掲載されたんで、それについてちょっと話をして、その後に誰かが死んだら笑うんじゃねえかっていう、まあわけのわかんないと思いますけど、その話をして、最後にシカゴの怖い人っていう話をして、今日は終わりにしたいと思います。じゃあ最初のトピック、プレイステーション5ショーケースですけども、これ40分ぐらいかけて、日本だと9月10日金曜日の朝5時かからね、やってたんですよ。 YouTube とか Twitch で放送してて、今後のゲームどういうものが発表されるかっていうのを、発表してたものなんですけども、今回はね、なんかデベロッパーとかよく出てきて、こういうショーで、僕たちはこういうゲームを作ってうんちゃらとか、そういうやつってあんま好きじゃないんですよね、ユーザーからすると。もうガンガンそのゲームのトレーラーを流してほしいっていうのが、多分ゲーマーの理想的なそのプレゼンテーションの流れだと思うんですけども、今回はそっち寄りのもので、いっぱい新しいゲームのトレーラーが流れてきました。一番最初に出てきたのが、スターウォーズナイツオブザオールドリパブリックっていう、ゲームが昔あってですね、これのリメイク版が今作られてますよっていう発表があったんですよ。このゲームは日本だとそんなに知られてないのかな。もうこれ自分はプレイしたことあります。一番最初にゲーミング PC を買ったのが、自分があれ何歳だろうな、大学行く前だったから19歳ぐらいの時に、家の近くにあったベストバイっていう電気屋さんがあって、そこでね、ゲートウェイっていうブランドの、今だったらもう聞いたことないんだけど、なんであのコンピューター買ったのかもよくわかんないんだけど、ゲートウェイっていう15万ぐらいのコンピューター買ったのかな、自腹で。あの時バイトしてたから自腹で買ったんですよ、ノートパソコンで。それが結構しょぼかったんですけど、ある程度のグラフィックカードは載ってて、もう何のバージョンだったかも覚えてないけど、でゲームがある程度動いたんですよ。でスターウォーズオールドリパブリックやってみたいなと思って、そのゲームを買ってやってましたね。どっちかっていうと、オンラインにつなぐとかそういうのはなくて、なんか MMO みたいな感じの画面なんですよ。主人公を選んで、主人公がそのスターウォーズの世界の、なんだろうな、ジェダイとか、ああいうのがこう活発にあった頃の時代で、なんかいろいろやってくゲーム、正直あんま覚えてないんですけどね。それのリメイクが出るっていうことで、結構みんな喜んでましたね。それがあったでしょ。あとプロジェクトイブっていうゲームも発表されてて、これは韓国のなんかアクション系のゲームなのかな、アクション RPG みたいな結構 YouTube で僕見てたんで、コメントライブで流れてんの見てたんですけど、なんかね、これはあんまり評価そんな良くなかった、アメリカの人たちにはね、英語圏の人たちには。スターウォーズのやつは結構やったーとか、うわ超楽しみってコメントがあったのに、プロジェクトイブの時は次みたいな、そんなの結構言ってましたね。これは僕個人的には結構面白い感じのゲームなのかなと思ったんですけど、動きがね、すっげえもっさりしてて、なんか敵を倒す時のモーションはいいんだけど、女の主人公が敵の攻撃を避けたりとかする時にすっげえなんか遅かったんだよね。そこが結構気になったとこだったかな。あとは、全部話さないですけど、ゲーム気になるやつピックアップしていきますけど、フォースポークンっていうファイナルファンタジーとか作ってるところのチーム、スクエニさんの
ゲームなのかな、これは異世界転生ものがついに来たみたいなので結構盛り上がってましたね。なんか時計、現代の時計台の上かなんかに女の子がいて、いきなり異世界へのゲートみたいなのが開いて、なんか異世界で魔法使って敵と戦うみたいな感じのゲームだったのかな。これもね結構評判が良かったらしい。日本だと、アメリカだとねそこまでだったんだけど、僕はあんまり気にならなかったかな、引っかかんなかったっていうか、そんな興味は持たなかったけど、異世界に転生する前にどうやら主人公の子が猫を飼ってて、その猫が置いてきぼりになるわけじゃないですか、異世界行くと。でなんかそれでアメリカのゲーマーの人たちが猫は大丈夫なのかっつってゲームディベロッパーにすごい連絡してたっていうのはなんか記事になってましたけどね。ゲームの猫なのにと思ったけど、まあ面白いですね。あとはまあアレンウェイク、これもともと Xbox のゲームだったんですけど、これがプレイステーションに来るっていうので結構騒がれてましたけどね。まあこれもともとこの発表ショーケースよりも前にリークされてて、もうすでに発表済みだったんですけど、アレンウェイクは自分 Xbox360 でやったことあるんですけど、なんでねこのゲームがそんなに評価高いのかはあんま分かんないですけどね。正直やってることはあんまり変わらないから、森の中をこう影に潜む敵を懐中電灯で照らしながら動きを止めて拳銃で撃ってみたいなのをずっと繰り返す感じのゲームなんで、正直そこまで自分に刺さる感じのゲームではなかったんですけどね。まあ、そのリメイクが来ますよと。で、まあ、これもすっごい戦いでしたけど、プレステ5のグラセフ5とグラセフオンラインが来年の2月だったかな、3月か出ますよっていういい加減もういいよっていうのはあるんですけどね。でもこれすごいですよね、ロングランですよ、プレステーション5に来る来よね、来る来ない以前にもグラセフ5って何年選手、8年ぐらいやってんだっけ。だって自分が家引っ越す前にこれ実況したの覚えてますから、結構 YouTube 始めて初期の頃にこれやったの覚えてますから、うん、未だにそれのリメイクが出るっていうのはすごいですよね。来年の3月ってことはグラセフ6は当分出ないっていうことも意味してますからね、これね。まあすごいですね、びっくりですね。でゴーストワイヤー東京っていうのが出てて、これもまあ日本の、これは日本の会社が作ってるゲームですよね。一人称ゲームなんだよね。これも結構騒がれてたんだけど、自分トレーラー見る限りなんかそんな面白いのかっていう疑問しか出てこないんだけど、どうなんだろうな。これって確かあれなんですよね、サイコブレイクとか作ってる会社の新作なはずなんですよ。だから全く気にならないって言ったら嘘になるんだけど、それがありましたね。でちょっと飛んでデスループ、このゲームのトレーラーがまた流れてきて、このゲームね、まあこれあれなんですよ、ディスオーナードとか作ってる会社が出してるプレイステーション5のゲームで、確かプレステ5専用なのかな、あ違うか、いくつかで出てるかまあそうなんですけど、このゲームずーっと昔からトレーラーが流れてたんですよ。なんかわかんないけど、もうだから なんだろう、もうすでに発売されてるって自分は思ってたし、なんでこんなこのゲーム力入れて宣伝してるんだろうとは思ったんだけど、でそれがショーケースでも流れてて、結構アメリカの英語圏のコメントではまたこれもういいよこれみたいな感じで叩かれてたんですよね。で実際に9月14日だから先週か、発売、あ今週ですね、発売されたんですけど、発売されたら意外に評価高くてすごい面白いみたいな、プレイステーション5のコントローラーを結構高いポテンシャルで使い切ってるらしいですよ。フィードバック、拳銃のなんだ違いでフィードバックが全然違ったりだとか、地面を歩く感じがコントローラー通して伝わりますとか、ゲーム性もすごい面白くてっていうのは言われてましたね。でも正直ディスオーナードとかね、プレイとか、まあ、そういうゲーム作った会社のゲームで過去作そんなハマんなかったのよね。ディスオーナードは結構従順にっていうか、発売されるたびに新作で買ってゲーム実況してましたけど、今考えるとそんなそこまで面白いゲームではなかったかなっていうのは
感想なんですけどね。だからこれもすぐ値段が下がるような気がするんだよな。デスループ2000円ぐらいになったらピックアップしてやってみてもいいですけど、ちょっと新作でやるのはいいかなって感じですね。あとは気になったところは、まあアンチャーテッドが PC で発売されます。レガシー・オブ・シーフ・コレクション、あれかアンチャーテッド4とそのロスト・レガシーっていうもう一個のやつですね。 PC で出るんだね。もっとプレイステーションのゲーム PC で出たらいいと思いますけど、まあさすがに新作が同時で出るってことはありえないと思いますけどね。過去作がどんどん移植されてますけどね。まあ Xbox のゲームって PC でもできるのが結構強みだと思うんで、あれとかだって発売日に PC で同時に出ますよね。ソニーもそうなったらもう正直ゲーム機を買う必要はなくなってきて、もう Steam 一本で PC で Xbox もソニーのゲームも全部できるってなったらいいんですけどね。あと任天堂のゲームを PC 来たらもうゲーム機いらないやってなるけど、なんか最終的にはそんなような流れになってもおかしくないですけどね。そしたら全部のお金をコンピューターに費やせるんで最強のコンピューターをね買えるんですけどね。今いろんなゲーム機買わなきゃいけないから PC のスペックもそこまでお金使えないじゃんっていうのはあるんですよ。まあそんな話ですね。あとはマーベルウルヴァリン、これが発売するという発表がありましたね。これはもうほぼほぼティーザーでゲームの内容とか一切見れなくて、まだこれからゲーム作りますっていう感じのとこでしたけど、これスパイダーマン作ってるところが発表したんでしたっけね。すごいですね。もうウルヴァリンっていう人は死なない人だからゲーム性でどうなるのかっていうのはすごい気になりますけどね。しかも彼が持ってるあの 手についてる刃は何でも切れるから、ゲームの中で何でも切れるって言ったらゲームなんないっていうのはメタルギアのライデンのゲームが証明してますからね。もそれ知ってる人いないかもしれないですけど、ライデンのゲーム作った時に何でも切れるっていうのをテーマに作って、でもそれだとゲーム性がうまくまとまんなくて、結局小島プロダクションが作れないからプラチナゲームズさんにお願いしてゲーム完成してもらいましたっていう動画 YouTube でもまだあると思いますけどね。そこら辺どうするのか気になりますけど、まあ楽しみですね。はい。で、スパイダーマン2が発表されましたと。これもう2023年発売ですから、まだ丸々1年あるんですね。なんかね、ゲームのトレーラー、これリアルタイムでゲーム機で動いてたっていうのが後で公になって結構騒がれてましたけどね。ゲームのなんだろうな、グラフィックもここまで綺麗になるのかっていう。まあ今回個人的にはもうこれはプレイステーション5限定のゲームにしてほしいですけどね。もうプレイステーション4との縦マルチはやめてもらって、もうフルでグラフィックもロードも全部のものをプレイステーション5専用に作ってもらえるとまあいいんじゃないかなと思います。今回ベノム出るんですよね。まあ個人的にはベノムはベノムで別ゲームを1個作ってもらって、その後でベノムをスパイダーマンのゲームで出すっていう流れでも良かったのかなと思いますけどね。まあでもいいんじゃないですかね。ベノム大好きです。で最後にゴッドオブワーラグナロクっていうのがまあ発表されましたと。これも今回でも今までってあてか今までっていうか今回ゴッドオブは3部作になるって結構思われてたんですよね。だけど作ってるコーリー・バルログさんが言ってたのかな、今回はもうこれで終わりみたいですよ、北欧の舞台のゲームは。っていうのも前回ゴッドオブはが発売されたのって5年前なのかな。だからゲームを1個作るのに5年かかるらしいんですよ。で3部作にすると結局計15年待たないとゲーム自体が完結しないっつって、それだとちょっと期間空けすぎだからっていうことで、なんか2つで完結すること決めたみたいですね。まあいいんじゃないですかね。噂だとですよ、次のゴッドオブはこのラグナロクの後はもしかしたらアジアが舞台になるんじゃないかっていうのは出てましたけどね。正直日本とか来てやってくれたらすっげー日本人としては嬉しい話なんですけどね。まあそんな感じの発表がありましたというとこでしたね。個人的にはメタルギアの発表とか、まあ、サイレントヒルの発表とかちょっとあるんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、小島監督絡み日本のそういう
ゲーム絡みの発表はなかったですと。まあそれでも十分なんですけどね。スパイダーマン2と、まあウルヴァリンはちょっとびっくりしましたけどね。それぐらいかな。ファイナルファンタジー16の話は一切なかったな。そこもちょっと期待してたんですけどね。まあそんな感じですね。はい、ゲームの話はそれぐらい。で、次はベルセルクの話をちょっとね、させてもらいたいんですけどね。これね、もう、切なくなる。まあ、ベルセルクってなんじゃらっていう人もいると思うんでね、ちょっと説明しますけど、まあ、ベルセルクっていうのは漫画なんですよ。漫画で、今ちょっとウィキ開いてますけど、ベルセルクは三浦健太郎先生による日本の漫画作品、白戦車発行の漫画誌ヤングアニマルにて月一連載されていたという、ものですと。結構ね、昔なんですよこれ。いつだ1989年から不定期に連載開始って書いてあるから、もうずっと昔からやってるんですね。まあ、ただ月に1回っていうことで、まあ、なんだろう、そこまで話は進んでなかったんですけど、でもアメリカでもものすごい人気で、まあ、いっぱいファンもいて、まあ、日本にももちろんいるんでしょうけどね。自分も大学生の時にこの漫画紹介してもらって、友達からで読んですごい衝撃を受けて、まあところどころなんだろうな、楽しみにしながらちょっと新しい感が出てるとかね、そのリアルタイムで追ってなかったんですけど、なんかまあ雑誌で出るたびに読んだりしてたんですよ。で漫画かアニメか映画化にもなって、まあ、結構人気だったんですよね。まあそれで話が結構進んできてて、そろそろなんだろう、畳みかけに入るんじゃないかっていうところで、もうワクワクしてたんですよ。話がいろんな話がこう集結してきて、でいいところで亡くなっちゃったんですよね、作者の方が。いつ亡くなったんだっけ、今年の5月6日か、54歳で亡くなっちゃったんですよ。で死因がね、これなんて読むんだろう、大動脈解離っていうやつで、なんかねすっごい痛みを伴うあれらしいんですよ。でこれも事前に何かこう症状が出て、あ病気ですねってなって亡くなるようなことじゃなくて、いきなり来るらしいんです。なんかね書いてあるな、三層構造を作っている大動脈のうち何らかのきっかけで真ん中の層の何これ、膜に血流が流れ込み、構成像が別々に剥がれていく病気、恐ろしい。剥がれていくって書いてますけど、バリバリバリって音が鳴るらしいんですよ、いきなり体の中から。で死ぬっていうのをなんかね読んだんだけどね、まあ亡くなっちゃったんですね。それで本当残念で悲しかったんですけど、どうやらその亡くなる直前に書いてた原稿は、まあ、ある程度終わってるって発表されてたんですよ。でそれが今月のヤングアニマル発表のヤングアニマルで最後に掲載されるっていう話だったんですよね。でまあファンとしてはどうなんだろうと思ってて、まあ気になってたんですよ。で実際読んでまあこれ他読んでる人いたら多分同じ気持ちなんだろうけど、あの終わり方ないよね。すっげえ謎が残る終わり方になっちゃってるんですよ。まあその話の中にいっぱいいろんな謎が散りばめられてて、なんでこうなるんだろう、あんなるんだろうっていうのを、まあ、早く知りたくて読んでたところもあったんですよね、漫画を。でその一つの、まあ、謎のうちで、まあ、ある子供が出てくるんですよ。でその子供が一体誰なのか、何なのか、なんでその子供は存在するのかみたいなところをすごい気になってたんですけど、その子供の正体が分かったんですよね分かっただけどその正体が意外な正体だったから、えなんでっていうところでね、もう二度と分かんないんですよ、なんでそうなったのかって。なくなっちゃったからね。だけどその漫画雑誌の最後の後書きのところで、
まあ要は三浦先生が亡くなって残念でしたみたいな、ことがいろいろ書いてて、まあファンの方が全世界にいて本当に惜しい方を亡くしましたみたいな。でアシスタントがいるんですよね、漫画描くときって。もちろん漫画家って一人で描いてるわけじゃなくて、いろんなお手伝いさんみたいな人がいて、それをまあ手伝って一緒に描いてるわけですけど、もしその三浦先生がプロットを全部描いてて、今後のこう、まあ、大まかな流れでこの主人公はこういうことあってやってて全部決まってたら、まあ、正直なんだろうな、アシスタントだけでも、まあ、キャラクターのセリフ周りだとか、まあ、もちろん本当の三浦先生が書いたものとは変わるんだろうけど、終わらせることができるかもしれないっていう、まあ、期待があるわけですよ、ファンの中にはね。でもし今なんかその漫画の編集部でいろいろ議題が上がってて、どう今後どうするかっていうの決まってないって書いてあったんで、まあわよくば、まあ、2つあると思うんですよね。アシスタントのプロットがあるんだったら、アシスタントの人がそのプロットをもとに漫画を書いてって完了させるっていう道か、まあ最悪それができないんだったらできないんだけど、プロットが本当にあるんだったら、まあ文字だけでいいからプロットをもう出す、小説じゃなくてもいいけどもう文字だけで、そうすればこれから何があってどういう風に結末になって終わるのかっていうのはせめてわかるじゃないですか、ファンから。一番だからこのまま何もわかんないで終わるぐらいだったら、まあ、うん、文字だけでもいいから出してほしいっていうのあるかな。その2つかな。もしプロットも残ってなくてアシスタントがもう話を考えて終わらせるっていうのは、そこはなんかちょっと嫌ですよね。怖いもの見たさでちょっと気にはなるけど、でも話が全然決まってない のに、あの三浦先生が決めてなかったのに、生前残ってる、ね、話からアシスタントの人が話考えて書くっていうのはちょっと微妙ですね。まあでも今これすげえモヤモヤしてて、わかんないんですよね、プロットが残ってるかどうかも。なんかそこら辺もはっきりしてくれたらまだいいんだろうけど、ちょっとね期待してます。プロットが残ってることを願ってます。あーでも54歳だったんだよね。まああと10年書き続けるとしても、まあこち亀の秋元先生だって結構年いってんのに書いてたんだから、まああと10年もあれば終わってたんじゃないかな、ベルセルク。あーまあそんな感じでね、本当に残念残念だったんだけど、まあ漫画読めたんでね、最後良かったですけど、はい。で次の話は、あフィギュア、そうなんですよ。このね話もまあ生放送でしてましたけど、今までまあフィギュア大自分すごい好きな方なんですよね。で基本的にはやっぱりなんだろう、ゲームしてまあ、すごい気に入ったキャラクターがいたりだとかすると、そのフィギュアがどうしても欲しくなったりするんですよ。なんかわかんないですけどね。とかまあ好きなアニメ見たりだとか、今ちょっとコレクション見てますけど、まあ初音ミクはミクですごい好きなんでミクのフィギュア持ってるんですけど、ゲームでいくと例えばまあなんか弾丸論破プレイして、わあ弾丸論破すごい良かったな、実際フィギュア欲しいなと思って持ってるフィギュアありますし、あとはメイドインアビス漫画で読んで、うわーメイドインアビスいいなと思ってナナチのネンドロイド買ったりとか、まあそういうのがあったんですね。であとはなんだろう、視聴者の人がパッケージを送ってくれてた時はフィギュアも一緒に送ってくれてて、その時もらったあの初音ミクのフィギュアだとか、あとスターウォーズのネンドロイドだとかメタルギアとか、まあ、そういうのもあるんですよ。でもフィギュアケースがイケアのあの、まあ、皆さんも多分よく買ってるイケアのディトルフっていうケースがあって、ガラスのそれに入れててもう満杯だったんですよ。満杯でもフィギュア入んないし、もうこれフィギュア買えないなと思って、でもいっぱいフィギュアあるからいいやと思ってたんですよね。でも自分がコレクトしてたフィギュアって基本的に、なんだろうな、なんか二等身のフィギュアだとか普通のフィギュア、まあ普通のフィギュアって言ったらあれなんですけど、そういうのばっかりだったんですよね。それで、まあ、満足してたんです。だからある日、まあ、自分よくアメリカの掲示板、レディットっていう掲示板があってですね、
まあ、そこをよく使ってるんですよ他の用途で。例えばなんだろうな、なんか実況のティップとか Twitch に関しての掲示板とか YouTube に関しての掲示板とか、まあ、いろんなジャンルで分かれてるんですけど、そこそういうのをよく見てたんですけど、ある日そこそこになんかフィギュアの掲示板があるっていうことを知ったんですよね。でまあもう持ってるフィギュアで満足してたんで別にそんな気にしてなかったんだけど、ある日ちょっと暇だったから見てみたんですよそこをね。そしたらみんなやっぱりやることは基本的には変わんなくて、自分の持ってるそのフィギュアのコレクションとか、今月はこんなにいっぱいフィギュア買いましたとか、まあ載せてたんですよ。それで、あ、どんなフィギュアみんな持ってるんだろうって見てたら、やっぱ日本もアメリカも同じなんだなと思うんだけど、結構そのセクシーフィギュアを持ってる人が多いんですよね。その中でも異常な人気を放ってるのがこのバニーフィギュアっていうのがあってですね。でバニーフィギュアってなんだって、まあ、思うと思うんですけど、やっぱりあれなんですよね、その自分の好きなキャラクターとかがあのセクシーな、まあ、テレビとかで見て、昔のテレビとかでよくありましたけど、すっごいハイレグので、ね、頭にウサギの耳のなんかあれをつけた衣装あるじゃないですか、黒いなんていうのウサギのぽいやつ、あれのなん、あれがなんでウサギなんだと思うんだけど今思い返すとね、まあ、その衣装を着てるキャラクターのフィギュアが出てるらしいんですよどうやらね。だからまああるじゃないですか、ま、漫画とかアニメですごいセクシーななんていうの巨乳の女性のキャラとか、そういうキャラクターたちをなんかウサギのその衣装を着たフィギュアにしてる会社があんのかな、よくわかんないんだけど、でそれをね結構自慢してるんですよ。で僕はですよ、一番最初フィギュアをコレクトし始めた時に、まあそういう具体的には知らなかったんですけど、そういうセクシーなフィギュアがあるっていう存在はある程度知ってたんですよね。でそういうなんだろう、洋服を脱がせられるフィギュアがあったりだとか、まあもう胸ボロンとしてるようなフィギュアがあったりだとか、でそういうのすごい嫌悪してたんですよ。何考えてんのみたいな、何だろうね、セクシーなフィギュア買って何が嬉しいのって思ってたんですよね。だから別に何だろう、その女の子のフィギュアを集めるとかそういうの一切なかったし、どっちかというとこう、まあミクはミクで別なんですけど、男のフィギュアとかも結構好きだったんですよ。だワンパンマンの埼玉のフィギュアだとか、まあなんかペルソナの主人公のフィギュアとかね。だけどあるフィギュアを見てグッとハートを持ってかれて持ってかれてしまったんですよね。で、まあ、そのでそれが何のフィギュアかっていうと、ワンピースのキャロットのフィギュアだったんですよ。あのね、これがね、なんだろうな。でもう一つね、自分が今までよく分かんないジャンルがあって、それはあの獣のなんか獣に興奮する人たちがいるっていうのは知ってたんです。周りにもまあそこまでハードじゃないけど獣がすごい好きですみたいな人たちがいたんですよね。でもその話聞いた時に何言ってんだろうとは思ってたんですよ正直ね。獣、いやいやいや、生身の人間の女性の方がどう考えてもいいだろうみたいな、ずっと思ってたんですけど、このワンピースのキャロットのフィギュアを見た時に、うわ可愛いなって思っちゃったんですよね。でそのフィギュアが欲しくて、でこれも限定品だったのか、なんかもう流通してなかったんですよ。まあ今はあのもう一回リプリントっていうか、もう一回作るっていうことでもうちょっと数が増えたんですけど、でどうしても欲しくなって買ったんですよね。あそこに飾ってあるんですけど、すっげえ可愛いんですよ。もうわけわかんないぐらい可愛いんですよね。でやっぱ日本のフィギュアすごいなと思いますけど、もうほんとアニメからねそのまま出てきたような感じのねフィギュアなんですよ。ポートレートオブパイレットっていうなんかシリーズのフィギュアなんですけど、キャロットが右手をグーって上に上げててね、左足をくにって曲げててね、まあめっちゃ可愛いんですよ。で実際そのブツが届いた時に、わあすごい可愛いなと思って、
見てたんですよね。でこれ等身大のやつなんで、なんだろう、二等身とかじゃないんですよ。本当そのままの、なんかキャロットを8分の1の大きさにしましたみたいな感じのフィギュアなんですけど、でも見てて、あ、いいなって思ってたんですね。でそれきっかけで結構美少女フィギュアってどういうのがあるんだろうっていうのになんかハマりだして、でさっきのそのバニーのやつとかみんなやっぱ持ってんすよね。でバニーはバニーどんなんだろうと思って見てで、あ、こんなんあるんだみたいなでやってたんですよね。でそっから、まあ、昨日もツイートしたんですけど、リゼロっていう、まあまあ、アニメ小説があるんですよ。まあ、それアニメ化にもなってるし漫画化にもなってるんですけど、そのリゼロっていうのに出てくるレムっていう、まあ、メイドさんがいるんですよね。で、まあ、基本的にメイド、自分多分制服結構好きなんですよなんでこんな話してんだろうグッとくるんですよね。でメイドさんも嫌いじゃないんですよ。てかメイド嫌いな人なんていないでしょ、男で多分ね。でそのリゼロっていう、発音がよくわかんないんだけど、リゼロのアニメに出てくるレムがめっちゃ可愛くて、うわーなんだこれと思って、でまあアニメからアニメとかね見てて、やっぱフィギュア欲しくなるわけじゃないですか。でそのレムがすげえいい値段で売ってたんで、まあ買ったんですけど、放送で見せたかな、レム。かーくそ可愛いんですよやばいね。いや本当にね、このフィギュアってマジやめられないですよ。だってもう無限にあるんだもん。でもう毎月のように出てるんですよ、フィギュアって。すごいですよね。で今月はこんなのが、もうなんだろう、予約で買うもんなんですよね、フィギュアって。だからいきなりその店に行って、あ、このフィギュア出てるわって買うもんじゃなくて、もう1年とか2年ぐらい前から予約しといて、でと自宅に届くみたいな感じの買い方をすんのが当たり前なのかな、フィギュアって。だからでその1体値段もなんだろう、この二等身のフィギュアだとまあ5000円ぐらい、高くてもまあ7000円ぐらいなんですけど、もう2万3万が当たり前の世界なんで、質がいいやつだと高いですね。ゲーセンとかにあるやつはね、アメリカだとプライズフィギュアって言われてて、まあ、景品フィギュアって呼ばれてて、まあ高くても3000ぐらいが素敵の山かな。3000、4000ぐらい。まあ高いやつだとプレミアがついてもっと跳ね上がる場合ありますけど、そんなもんで2万3万ぐらいするやつはもっと高いやつですね。やっぱその2万3万するフィギュアはやっぱ物がいいんですよ、やっぱり。でそのバニーフィギュアもその部類に入るんですよね。バニーのセクシーなやつも2万3万ぐらいする。それでフィギュアってやっぱりなんだろう、永遠に作り続けるわけじゃないし、いっぱい売れるものでもないから、まあ、数限定品なんですよね。それでやっぱプレミア化がすごいんですよ。この前見てたやつだとね、10万とか、定価がいくらで出てたのって見たら、まあ、2万ぐらいのフィギュアが10万とかまで跳ね上がったりするんですよ、すっげえ高いやつだと。こうもうね、意味が分かんないですよ。どれ見てたのかな。これだ、フェアリーテールのね、エズラ・スカーレットっていう、俺もちょっとフェアリーテールはあんま見たことないから分かんないんだけど、あるんですよ、エズラ・スカーレットってやつで、これグッドスマイルから出てるのか、定価が2万5000円だから、まあまあ高いですね。なんすけど、これ今買おう、どこにも売ってなくて、これ今買おうとすると多分8万10万とか当たり前の値段の世界になってますねすごいよねただね、このキャラクター好きで、うわバニーフィギュアがってなったら欲しくなるのもわかるのよね。本当にね、すごい趣味ですよ。まあそんなんでね、で今ちょっと狙ってるフィギュアがあるんですけど、まあフィギュアはこれはハマるとやっぱまずいですね。でも結局突き詰めていくとそういうとこになっていくわけですよ。やっぱネンドロイドとか入りやすいところから入ってって、このキャラクターが好きだからって5000円ぐらいで買うじゃん。5000円でも十分高いんですけどね。したらやっぱりもっといいやつ、
等身大のやつが欲しくなってくるっていうのがあるんですよ。だからフィギュアは危ない。はい、フィギュアの話これぐらいですね。次、誰かが死んだら笑うっていうテーマの話なんですけどね、これはね、まあうち、結構嫁さんといろんな話するんですよ。寝る前とか、まあ、ご飯食べてる時とかいろんな話するんですけど、僕がね、あんま泣かないねって話に、なんかきっかけを覚えてないんですけどなったんですよね。全然泣かないねって言われて、で確かにそのなんだろう、過去振り返ってもあんまりその嫁さんの前で泣いたことってないなって思ったんですよね。まあ、結構なんだろうな、例えばドラマ1リットルの涙っていうドラマを奥さんと見てて泣いたことありました。結婚前だったけど、ああいうなんていうの、その病気の女の子っていうかね、若い人が病気になってすごい苦しんでる話とか、まあ、特にそれが本当にあった話を元にしてたりとか、なんか子供の辛い話とか、そういうの結構泣いちゃう方なんですよ。だけど実際リアルで、じゃ誰かが死んだ時に泣くっていう質問をされて、うちの嫁さんにね、でちょっとふと考えたんですけど、俺多分泣かないと思うんですよねでうちの両親が死んだ時に実際俺泣くかなって考えてみたんですよ。で、まあ、皆さんも一緒に考えてほしいんですけど、例えばね、その不慮の事故で亡くなりましたとか、まあ、交通事故で亡くなったとか、俺それだったら多分泣くと思うんですよ。すっげえ、だってかわいそうじゃん。その人生全うできなくてさ、で最後すごい、まあ、痛い目見てね、死にたくなかったのに死んじゃったって辛いじゃん。でもその死んだことに辛いんじゃなくて、なんか無念で死んじゃったことに俺は泣くような気がするんですよ。特にそれが片方生きてて片方死んでたりしたらすっげえ泣くと思いますね。だから例えばなんだろうな、うちの親父だけが交通事故で死んじゃいました、でうちの母親だけ残されました、うわーすごいかわいそうじゃんこれからってなって、一気に悲しみが込み上げてきて泣くとは思うんですよね。でも2人、うちの親父母親が、まあじゃあ90歳まで生きたとしてね、自分の寿命を全うして最後死にましたってなったら、俺多分泣かないような気がするんですよ。なんだろうな、だって泣く要素ないじゃんって思うんですよね。でその話を奥さんとしてたら、いやありえないでしょってなってそれはだってありえないじゃんって、悲しいじゃん死んだら、どんな何が理由だったにしても悲しいじゃん死んだらって言われたんですよね。でも俺それ未だに理解できないのよ。なんか死んだ方が楽なんだったら、なんかいいことじゃんそれはって思うのね。例えば、まあ、うちの両親の話もそうですけど、例えばもう生きてるのが辛い人って世の中にいるわけじゃないですか。なんだろうな、じゃあがんですごい、がんっていうか、まあ、病ですごい苦しんでる人がいて、それでもう生きてるのも辛いですと。でまあその人が最後ね、まあ亡くなりましたってなった時に、俺だったらなんか、ああやっとその苦しみから解放されて、やっと天国に旅立てたんだって逆に思うような気がするんですよ。わかんないんですけど、俺身近な人がまあ亡くなったことないから何とも言えないんだけど、なんだろう、もう苦しんで、あやっと天国に行けるんだ、あほんとよかったねってなんか思うような気がするんですよね。なんか説明がすげえ難しいんだけど、まあそういう話をしてたんですよ嫁さんと。だからあんた冷血ねみたいな、なんかそこの価値観全然私と違うわみたいなこと奥さんに言われてて、だからなんか心が冷たいのっていうか、なんか泣かないのねあなたはみたいなこと言われてたのね、ずっと。それでまあその話が前提にあって、でまたリゼロの話になるんですけど、アニメのリゼロをまあ見てて、でまああの話って知らない人はちょっと分かりにくいんで、
簡単にかいつまんで話すると、まあ、異世界転生ものなんですよこの話はね。で、まあ、主人公はまあ日本人の引きこもりのまあ高校生なのかななんですけど、いきなりなんか異世界に飛ばされて、でその異世界でまあ生活していくんですけど彼の特殊能力、まあ異世界に行くと大体特殊能力もらうじゃないですか。でこの主人公の特殊能力ってのは何回でも死ぬことができるんですよ。死んでやり直すことができるんですよね。それで、まあ、まあ結構弱小な能力なんですけど、ある女性を好きになるんですよ。好きになるんでしょ、なるんですよ主人公が。だけどその女の子は、まあ、結構なんか悪い運命にとらわれてて死んじゃったりするんですよね。でその死なないように主人公の男は助けようとするんだけど、何回も何回も要は自分も殺されちゃったりとかうまくいかなかったりするんですよ。でその度に彼は自分の命を犠牲にして自分を殺してその同じ日をやり直すみたいな、まあ、ちょっとシュタインズゲートに話が似てるんですけど、まあ、そういうのが主な話なんですよね。で彼は愛する女性のために何回も自分の身をまあ犠牲にして助けようとして、でまあ結局何回も死んだ末に、まあ、いろんな情報が分かってきて、死ぬたびに 全世界もリセットされるんで、死ぬたびに周りの人は彼が死んだことを知らないんですよね。彼がループしてることは知らないってことが前提なんですけど、でまあそんな時にすげえ落ち込んでるシーンがあるんですよ。もう何をやっても助けられないっつって、その自分が好きな相手をね、もういいや、もうこの現実から逃げ出したいって言って、まあいうシーンがあるんですよ。でその主人公に対して、まあ淡い気持ちを持ってるメイドさんがいるんですよ。それがレムっていう、まあこれもフィギュア持ってるすげえ可愛い女の子なんですけど、でその女の子が、まあ、その主人公に対していろんな優しい言葉をまあ かけるシーンがあるんですよ。まあこれねアニメで見るとすげえ泣けるんですけど、まあ、感動するシーンなんですよ。で俺はそれ見てちょっと泣いてね、久々にうわいいなと思って泣いて、まあ、感動したわけですわ。でその感動をね奥さんにも分かち合いたいなと思って、うちの奥さんもアニメ見るんで、まあ、このリゼロってアニメをね、まあ、ちょっと見てね、すごい良かった、久々にあの泣いたんだよと。もうこの主人公が何度も何度も死んで、もう努力してもう全然ダメで、もう心も壊れかけて、その時にこの可愛いメイドさんが来て、まあ励ましてっていう話をしてたらね奥さんがね、あんた自分の身内が死んでも泣かないくせになんでそんなんで泣いてんのって、もうものすごいツッコミをもらいましてね、俺自分でそれ言われた時にびっくりしたんだけどなんか一気に冷めてさ、それ言われてさ、確かに何だろう、アニメの話でね、こんな泣いたっていうのを必死に奥さんに話してたのに、実際自分の身内が死んでも俺泣かない自信あるとか言ってたのにと思って、自分がちょっと怖くなってきてねあーダメな人間だなと思いましたよ本当。やっぱね、ダメだね、身内が死んだらちゃんと泣かなきゃダメだなと思いましたね。いくらそのね、彼らが死んで人生全うできてよかったねって俺が内面を思ってたとしても、やっぱり周りのね体裁を保つためにはきっちり泣いた方がいいよっていう結論になりました。まあそんな話ですくだらねえあー、まあそんなんでね、ちょっと本当それ言われた時俺びっくりしたんだよね。あーほんマジだと思って、なんで俺自分の両親が死んでも泣かないとか言ってたのに、なんだろう、こんなアニメの中の話で泣いてんだって思ってね、まあびっくりしたって話ですけどね。はい、そんな話でございます。で最後ですね、シカゴの怖い人の話。これはね、まあこの前うちの親父の誕生日だったのかな、8月誕生日で、まあ、で誕生日は絶対電話で話すようにしてるんですよ。日本のアマゾンでなんかプレゼント買って送ってもらって、で電話で話すみたいなのがまあ恒例になってるんですけど、久々に電話したんですよ。でまあプレゼント届いたみたいな話してて、あー美味しかったよありがとう、まあラーメン送ったんでね今回
美味しかったよみたいな話してて、それでなんでその話をうちの親父がしてきたのかよくわかんないんだけど、ちょっと聞いてくれみたいなこと言ってきて、何何って言ったら、うちの両親って日本に今住んでるんですけど、日本に引っ越す前に、まあ、シカゴに住んでたんですよね。でシカゴに住んでる時に自分は訪問したことなかったんで、うちの両親の家に どういう感じのとこに住んでるか、どういう人と交流があるのかとかも一切知らなかったんですよ、もちろん。そしたらね、いや、まあシカゴで、まあ、知り合いだったなんとかさんっていう人が、まあ、いてねって話から始まって、俺全然知らない人だから、まあ、なんかあんま興味なく聞いてたんですよ。その人がね、捕まったんだっていうわけ、警察に。へーっつって、で正直どうでもいいじゃないですかそんなのだけど、へー捕まったんだっつって、でなんで捕まったのっつったら、盗撮で捕まったっていうわけで、あんまりそれ聞かないじゃないですか、盗撮で人が捕まるって。なんだろう、まあ、なんか他のね内容だったら結構聞くじゃないですか、なんか、うん、例えば、まあ、家庭内暴力とかもびっくりするけど、まああり得る話でしょ、家庭内暴力、なんかまあ盗みしましたとか、なんかまあそういう話でも、盗撮で捕まりましたってちょっとえってなるじゃないですか、興味をそそるじゃないですかその話って。でどういうことっつったら、なんかその男の人はね、まあ家族持ってますと、普通に子供もいて奥さんもいて、まあ普通の仕事について、なんか持ち家も持って普通の人でしたと。でその人はよくなんかベビーシッターとか、まあ子供のなんか女の子を結構多めに、家族ぐるみでなんか子供たちの面倒をよく見てたっていうわけよ、近所の人の。でなんかいや、まあ周りの人からもね好かれてて、普通にいい人で生活してたんだけど、ある日なんか、まあ、その人の家プールがあったらしいんですよね。でそのプールにもなんか近所のその子供たちとかをなんか招いてね、好きに使っていいよみたいな感じでなんかやってたらしいんですよ。だからある日そのプールに、まあそのお母さんと娘が遊びに来たのかな。でなんかね、脱衣所で洋服を脱いでたかなんかした時に、いきなりなんかねカメラの存在に気づいたんだって小型カメラみたいなのをなんか置いてあったんかな。でこれ何って話になって、まあ、見てみたらカメラ でそれにびっくりしてお母さんが、で警察になんか連絡して、警察が来て調べたらこれ盗撮されてますねってなって、でその旦那さんの携帯の中かなんか調べたら、まあゾロゾロとその今まで面倒見ね、ベビーシッターとかしてた幼女の裸の写真が山のように出てきたっていう話をしてて、っつってびっくりしたんですよ。でそのなんかうちの両親が交流あったみたいで、でその普通にいい人だったっていうわけ、その人が。だけど裏でそのなんだ、いっぱい写真撮ってて、まあ、捕まったと。で自分のその人娘もいるんですよ、捕まった人ね。まあ、そういうのがあって、でまあ実際出てきて、刑務所から執行猶予ついたのか分かんないけどね、出てきて、ですぐもう自殺しましたっていうのがあったんだよ、信じられるって言われて、で怖いなーと思ってたの、話聞いて。てかめっちゃ怖くないですか、自分が信頼してた、信頼っていうか、まあ普通にいい人だと思ってた人が、自分のね娘の裸とか盗撮して、それでシコ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 ってねやってたと思うとめちゃくちゃ怖いですよね。だからね、俺その話聞いた時にやっぱりそのもう誰も信用できないなって思いましたね、やっぱり。だって分かんないもんね。でこの人教会行ってたっていうわけよ、うちの両親と一緒に。教会ですよ、クリスチャンですよ。そういうことやっちゃいけないって教わってるところに言ってた人がそういうことをやってたわけですよね。いやー怖いなーと思いましたけどね、本当にめちゃくちゃ怖い。アメリカはそういうのあるんだなーって思ってさ、
だから結婚してますとかさ、子供います、あ、だから大丈夫だって結構思いがちだけど、そんなことないんだなって思いますね。性癖はやっぱり変えられないよね、そういうのやっても。でもね、俺なんだろうな、なんかそういう性癖ね、基本的には結構オープンな人間なんですよ、自分って。だから例えばなんだろうな、まあ、SM はその女王様がいて、それでまあなんかね、痛いことされるみたいな、僕個人的には全然そういう趣味ないですけど、でもなんか理解しようと努力はできる人間なんですよ、自分って。ああ、でもなんていうの、いろんな理由つけて、ああそうか、でもこうでこうでこうだから、まあなんか女の人にそれで叩かれて興奮するのもまあ分かんなくないなって結構自分に言い聞かせられるタイプなんですよね。でも唯一理解できないのはロリコンは理解できない、どうしても。で、自分にも娘2人いますしね、そのまあ、たまになんかそのね、小さい娘なんかはまあ裸でなんかお風呂出てきたりとか、まあ、自分なんていうの、奥さんと当番でさ、まあ、当番って言ったらあれだけど、子供風呂入れたりするわけじゃないですか。で、裸見るわけでしょ、別に子供のね。でもまあなんか全然わかんないわけ、なんでそんなそんことで興奮するんだろうっての理解できないんだよね。で、それも理由つけて興奮できないのよ。なんかね、俺がね、そういう女性に対してすごい興奮する要素が、まあ、女性の反応なんですよ。反応にすごい興奮するんですよ。なんかラジオの最後で変な話になってんだけど。だから、例えば、なんだろうな、まあ、女性がいてね、それで、そういう、なんだろう、まあ、正式に言うと、そういうエッチなことをしたときに一切反応がないものって全く興奮しないんですよ。ダメなのよね。だからなんかそういうなんていうの、女性が声の反応があって、で なんだろうな、向こうもこうこっちを求めてくるような仕草とかもいろいろあるわけじゃないですか。そういうのが全部合わさって、ああいいなって思うんですよね。でも幼女に対してそれってないじゃないですか、別に。だから裸だけ見て興奮とかないのよね。本当に理解できないんですよね。まあ、いろんな人いるの分かりますけどね。まあそのフィギュアのね、獣のやつとかそういうのも結構遅咲きだったんで、僕はね、もしかしたらそういうのもいつか分かる日が来るのかもしれないですけど、まあ、分かりたくないですけどね。まあそういうのがありましたからね。本当に皆さんもね、この人はこうだから大丈夫だろうっていう考えはやめた方がいいなっていうのは、今回その話をね、うちの両親から聞いてて思いましたね。気をつけなきゃいけないですよ。まあそんな話でございます。はい、全部話しましたね。今回は結構トピック事前に書いておいたんで1時間ぐらい行きました。いつもだったら30分で終わるんですけど、ラジオ今回長かったですね。ということで、まあ、こんな感じでした。またいい、話があれば続きラジオ化して残したいと思いますけどね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんいい夜を、過ごしてください。コロナにも気をつけてください。病気にもね、なるべく家の中にいて、外出ないようにしてください。ということで、お疲れ様でした。ピースアウト。